田尻直美のジャンプは時々土曜に出るから気をつけろ。お聞きの皆さん、こんにちは。田尻直美です。はい、ちょっとだけお久しぶりですね。通常よりちょっとだけお久しぶりです。はい、ということで今回の配信がなんとですね、いきなりなんですけれども、私誕生日を迎えて1回目の配信となります。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もうね、いくつになったかと言いますと、私20歳と108ヶ月でございます。はい、うざい。ね、この数え方ね、みんなにうざいと、いつも言われるわけですけれども、はい、いつまでも二十歳、サザエさん方式で、年は、ね、取らないという設定で、やってるので、はい、二十歳と108ヶ月、煩悩の数ですね、108ヶ月です。はい。いや、もうね、まあ、普通にね、ざっと計算すればわかると思いますけども、結構ね、意外と意外とね、アラサーです。はい、もう言っちゃいましたけど、はい、意外とね、言ってるという言い方もあれなんですけれども、でもね、本当にあれですよ、コンビニでお酒売ってもらえないですからね、私。本当に本当本当、化粧してない時とかは、ごく稀にというか、まあ、多分3ヶ月4ヶ月に1回ぐらいなんですけど、身分証明書の提示を求められますね。はい、これいいのか悪いのか本当に。でね、ほら、レジでその身分証明書出してくださいって言われて、渋々出すじゃないですか。で、出したら出したでレジの人は、あ、昭和だみたいな変な空気になるっていうね。もう本当になんかこっちが騙したみたいでごめんなさいみたいなね。そんな20歳と108ヶ月です。はい。で、今回ですね、私の誕生日が5月の8日だったんですけれども、ちょっとね、今回のコーナー、その誕生日スペシャルということで、ちょっとね、掘り下げていきたいと思います。それではレベル29になった田尻直美のポッドキャスト、スタートです。目指せ書籍化、直美解体新書。はい、このコーナーは直美に関するキーワードを掘り下げ、一冊の直美解体新書を作っちゃおうというコーナーです。はい、というわけで今回皆さんにファイリングしていただくのはこちら、5月8日。はい、5月8日なんですけど、これ私の誕生日が5月8日です。はい、5月8日というのをちょっと掘り下げていこうかなと思うわけなんですけれども、いつもですね、私誕生日いつって聞かれた時に、まず言うのがピッコロ記念日の前の日だよって言うんですけど、ね、皆さん、ハテナでしょ、ドラゴンボールのね、ピッコロ大魔王っていうのがいるわけですよ。で、そのピッコロ大魔王がその王座に就いた日が5月8日なんです。これ本当にね、設定っていうか、ちゃんとセリフの中に5月8日ピッコロ記念日にするぞみたいなセリフがちゃんとあるんですよ。でね、そのピッコロ記念日っていうのが、まあ、そのドラゴンボールの世界では、私ドラゴンボール大好きなんでちょっと長くなるかもしれないけどごめんなさいね。1から43までの数字で地区が区切られてるんですよ。で、そのピッコロ大魔王がピッコロ記念日をその記念してくじ引きでその地区を引いていって、1から43までの数字を引いて、でその引いたくじの数の、地区を、ピッコロ大魔王自ら消し去るというビッグイベントがあったわけですよ。爆裂魔工法でね、吹っ飛ばすぞっていうのがあったんですけれども、はい、皆さん、ハテナですね。もう全然ついてきてないのがわかるもん。ね、そういうね、ピッコロ記念日の前の日なんですけど、それね、いつもみんなにピッコロ記念日の前日だよって言っても、全然、分かってくれないと。もう別にもう慣れてるからいいんです。はい。もうこれからもずっとピッコロ記念日のイブだよっていうのはもう続けていこうと思ってます。はい。で、
でね、そのピッコロ記念日以外にも記念日っていうのが5月8日にはあって、まず、世界十字デー、あとはヨーロッパ戦勝記念日、あと、これ、語呂合わせでゴーヤの日、ゴーヤの日っていうのが、まあね、日本人ね、語呂合わせ好きですよね。なんかね、まあ、うまいなっていうのもたまにあるんですよ。なんかこう、なんだっけな、6月16日で、無重力の日。無重力で、無重力。これうまいなと思ったんですよ。でも逆に、これは無理だろうっていうのが一個気になったのが、桜の日ってわかります?桜の日っていつになりそうですか?だいたい3とか9でしょ?でも桜の日っていうのが3月27なんですよ。3月27日。これがですね、ちょっともう、ほんと無理くりなんですけど、27日の27が、3×9 で、さくで、3×9、3×27 で、3月27日が桜の日と。これも、こじつけもいいとこでしょ?これはね、結構無理やりだなと思って。あとね、12月12日が、1がね、投手で、2が捕手。野球の。1が投手で、2が捕手。合わせて、バッテリー。で、さらにまだ続きがありますよ。そのバッテリー野球なんですけど、そこからカーバッテリーの日になります。カーの方に行きます。車のバッテリーの日になります。これは、こじつけこじつけでね、考えた人すごいなって思いましたね。12月12日、バッテリーの日です。カーバッテリーの方です。車のね。まあ、そういうまあね、まあちょっと余談でしたけれども、記念日5月の8日もいろいろ記念日があったんですけど、まあ、記念日の他にもね、あと出来事、5月の8日ですね、1886年の5月8日にコカ・コーラの発売が開始。みんな大好きコカ・コーラがやっと発売が開始された日、日みたいですね。あとあれだ。あ、ちょっと遡りますね。1970年、ビートルズ最後のアルバム、レッド・イット・ビー発売。これも5月8日です。あと、あれですね。1987年の5月8日に、俵万智さんの第一歌手、サラダ記念日。これね、教科書でね、なんだっけ、あれ、なんか、この味がいいねと言ったから、何月何日はサラダ記念日みたいな。ね、ちょっと教科書載ってましたよね。これも、発売されたのが5月の8日だそうです。結構ね、なんか、自分の誕生日の日って調べたら楽しいですね、なんかね。いろいろ意外と、なんもないなと思ったんですけど、意外とありました、調べたら。今ちょっと便利なのが、アプリ、iPhone のアプリで、今日は何の日っていうのありますよね。あれ結構毎日見ると楽しいですよ。さっきの桜の日とかも、3月に偶然見つけて、これないわって思ったのが、今、ちょっと頭に出てきて、結構あれ暇つぶしになりますね。結構楽しいですよ、アプリ。誕生日といえば、あと思い出ですね。誕生日の思い出。私ね、スイカを食べるとね、誕生日来たなって思うんですよ。時期的に5月の頭って、ちょこちょこスイカが出だす時期じゃないですか。で、私、スイカが大好物なんですよ。だから毎年、お母さんがこう、スイカを買ってきてくれて、で、スイカをその誕生日の日に食べるっていうのがいつの間にか習慣づいてて、だからケーキを食べるよりもスイカを食べた方が誕生日って感じがするんですよ。なんかね、なんかちょっと寂しい感じもしますけど、でも本当にスイカまだ、しかもまだその時期あんまり甘くないんですよ。高いばっかりで甘くないんだけど、なんかちょっと特別な感じがするわけですよ。で、5月のね、その頭の方にスイカを食べると、一つ年を取ったなと思うわけなんですけど、今年ね、残念ながらまだ食べてないんです。まだ実家にちょっとまだ帰れてなくて、ちょっとね、まだスイカを食べてないので、まだレベルが上がった気がしないので、ちょっと帰りにちょっとスイカを買って帰ろうかな。でもなんかね、自分で買うのよりも、お母さんに買ってもらって、お母さんに切ってもらった方がね、誕生日来たなっていう感じがするんで、今度ちょっと実家帰るときにリクエストしようかな、スイカね。ね、今年の誕生日、そうだ、私今年の誕生日仕事してたんですよ。仕事してたから、もう、しめやかに一日が過ぎていったわけで、誕生日らしい誕生日ができなかったんですよね。ただその、今年の5月8日っていうのが、母の日でもあったので、まあ、誕生日のその、
産んでくれてありがとうの気持ちとその母の日のいつもの感謝を合わせて、とりあえずメールだけ先に送って、まあ、今度ねゆっくりご飯でも一緒に食べようかねっていう話をしてるわけです。はい、ね、なんかこう大人になってね、やっとこうね、自分が祝われるだけじゃなくてこう親にね感謝をする日になるっていうのがね、あのやっぱ大人になったなと思いますね。なんかすごい今いいお話で終わったのね、なんかいい話したね今ね。それはあのぶち壊しますけど、あのプレゼントお待ちしてますんで、はい、ね、あの半年今日から半年間あの受け付けてますんで、それ過ぎてもあの猶予はありますんで、はい、ぜひ何でもね、あの事務所の方までね、あのお待ちしてますよ。はい、ということで、今回皆さんにファイリングしていただく5月8日これにてファイリング完了。はい、エンディングです。ね、すでにブログとツイッターの方で発表してますが、私、田尻直美、なんと、レギュラー番組が決定しました。ありがとうございます。はい、山口県の番組なんですけれども、YAB 山口朝日放送のパチスロ情報バラエティ、山口レバーオンという番組なんですね。このレバーオンというのがまず福岡の方でずっとあのやってる人気番組なんですけれども、まあ、その福岡のレバーオンというのが、まあ、いろいろね、あのネット配信とかもしてる関係で全国的に有名な番組で、で今回山口の方でも番組が始まるということでね、私なんとレギュラーで出させていただくことが決定しまして、誠に今回あのロケに行ったんですけど、本当に楽しいですよ。これ楽しい番組になってますんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。次回ですね、詳しくその番組についてお話ししたいと思いますね。はい、あとですね、番組の、裏話とか、まあ、ナウですよ、噂のツイッターで、まあ、ナウナウしてますんで、ロケ中ね、ロケ中のナウナウもチェックお願いします。ブログの方が http://amebro.jp/naomilk-turbo-rock です。ツイッターのアカウントがナオミルクアンダーバーターボです。これもね、写メとかバンバン載せていきたいと思いますんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。それでは田尻直美でした。バイバイ。この番組はタレントモデルプロダクションノーメイクの提供でお届けしました。